りますか。よし、全員集合。作っていくよ。この壁埋めてこう、壁。何もできないぜよ。とりあえず壁埋めな。こうやって。みんなで埋めたらすぐ終わるよ。そして、ジャダムは無駄な建物壊しておいて、この辺だな。ああ、いいっすね。何知りましょうか。このトラップ壊していいですか。これ、味方も死ぬだろ、これ。全部壊していいよ。さすがに多分これ、無限に多分これ、やれるやつでしょ。ここのトラップ全部ジャダムっといて、オールジャダムで。むしろこれ屋根部分頑張って今から作ろうぜ。屋根部分どうだっけ？参考画像あったよな。あー、また面倒くさい構造になってんな。しかもなんかちょっと壊れてるし、これ。なるほどね。とりあえず屋根部分作ろう。張り巡らしてとりあえず。クロック回路。クロック回路は撤去だぞ。クロック回路は重くするから撤去してます。ハイルジャダム。はい、撤去。まあ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 、いい感じだね。どうする？これガラスとか貼る？どうするか。後ろに貼った方がいいかね。それか。あ、後ろに貼った方が絶対かっこいいね。あー、まあまあかっこよくなったんじゃね。なに。おーっと、なに。ルビーちゃん待って。はいはい、おいで。後ろのルビーちゃん。キッズに甘ギフちょうだいって言って。屋根直しでもできるからね。とりあえず作っちゃって。もう、めちゃくちゃかっこいいじゃん。なんかもうバスティーユ牢獄ではなくなったけど、完全に。これちょっと作りたいな。この窓がちょっと足りんな。俺仕事ないわって人、この、窓の作りやってくんない？この高さに合わせる感じで。あとはこれ封鎖されるから、これ結構松明とか焚いといた方がいいよ、中。中松明焚いとこ。真っ暗だな、これ。上の部分にも松明欲しくない？なんかスカイリムっぽくてかっこいいな。コンクエストのテクスチャかっこいいね。これコンクエストっていうテクスチャ使ってるんですよ、ちなみに。なんすかこのライトセーバーは。このライトセーバーはなんだ？いらなくね？うん。お、すごいな。めちゃくちゃクオリティ高えな。トゥトゥトゥン、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 トゥトゥン。あとはこの内装だな。内装自由に作っていい人を決めるか。作れそうなやつ、この、あ、ブルーノマースくんさ、タワーの内装部分を作ってほしいんだよね。こう、なんか、階段で上に行く、螺旋階段で上に行けるようにしてほしいんだよ、これ。屋上に出れるようにしてほしいんだよね。壁を作ってほしいんだよね、壁を。ここら辺とか全部壁にしてほしいよ。何の材料でもいいんだけど。めちゃくちゃ重くなってきたな。クソ重くね？誰が何や、なんかやってんのかこれ。クソ重てえぞ。屋根埋めたからでしょう。屋根の影で重くなってる。マジっすか。とっとと埋めちまおうぜ。この辺の下完全に埋め立ててくんね。さすがにこの下全部使うことはできないから。これ全部埋め立てよう。この辺。だからこの辺重くなってんね。この下の部分。下の階層。ここ全部埋めちゃっていいよ、コマンドで。よくわからん、なんか、虎なんとかとかいうやつがいたところも埋めちゃおう。ペットショップ。トラクロがいたところ。これも全部埋めちゃおう。なかったことにしよう、トラクロの存在自体。屋根がちょっと殺風景すぎるから、屋根部分の装飾をなんか誰かお願いしたいな。建築できそうな人適当にやっちゃっていいよ。カッパの弟ぐらいしかいないな。カッパの弟、屋根上好きに作っていいよ。他の建築できる人も手伝って。うわー、すげえことになってる。ジャダム、OK。ジャダム、君は壊す線でしょ？ 081 くんが埋め立ててくれたから、これで多少、マシになるのでは。もう上も埋めてるね。ナイスナイス。やっぱ一人コマンド使いいないと話になんねえな。タワーに比べて壁がギザギザない。ああ、確かに。壁がちょっとのっぺりしてるね。横ものっぺり感がすごいから。こののっぺり感をどう改善するか。誰かできるかな。建築自信ある人、サバ内で挙手して。って言ったら6のやつが挙手しないんだよ。だいたいそういうやつ建築できないんだよな。ハイヒカ33にトマトソースネギ。じゃあ君たち3人で、建物全面の凹凸感と建物の横、周囲の壁がのっぺりしすぎてるから、ここを改善する何かが欲しい。あ、カッパの弟それでいいよ、壁の改善。それでいこう。内装はまだかかりそうかな。ゲームスタートしたぞ、なんか。影もっと変えるか。
影モッド変えないとこれ見えたもんじゃねえな。中でも明るい影モッドみたいなのないか。明るい影モッド、ちょっと中は暗いんだよね。あ、これ明るいな。あ、これいいね。明るい明るい、これにするか。これが良さそうな気がするな。おー綺麗、めっちゃ綺麗やんけ。これがいいね。この影モッドでいきましょう。これならなんか水の感じもいいし、まあそんなになんか暗すぎるみたいなのもないから、これだったらねいい感じだね。でひまキッズは外のこの家とか作りな。家作って、家、これカッパの弟アレンジの堀だけど、これちょっとベースに作ろう。これいいわ。いや、うまいなー、うまいうまい。こういうの、こういうのが欲しかった。ということでキッズたち、これ参考にしてこれ作ろう。これと似たような感じでちょっと作ってほしい。防衛側のリスどこにしますか。いやー、防衛側一回生まれたらもう終わりにしよっかなと思ってんだよね。あの対象戦にして、まあ、例えばヨッシーのを倒したら勝ちみたいにまたするか、攻撃防御また変えて、まあ、ヨッシーじゃなくてまた別のやつ倒したら勝ちみたいのにして、でやろうかなと思ってるから、防御側は一回死んだら終わりの方が多分バランス的にもいいかなって気がする。防御側も復活可能だったら多分ね、防御側があまりにも強くなるからあんま良くない気がする。この壁模範解答ね、こっちの壁ちょっとこんな感じでちょっと作ってってください。皆さん壁作りますよ。壁あのまだのっぺりしてるんで、皆さん横側の壁作ってください。サバにいる人もう基本的にそれ作って、やーべえことしてんな。なんかみんなとりあえず壁作ろう。あの外見さえ整ってればまあそこそこに見えっから、とりあえず動画のサムネになるぐらいの壁は作っちゃおうぜ。はい、もう遊ぶやつはバーンするぞ。遊ぶやつバーンするよ。はい、やってください。ブルードマスクにさ、ちょっとお願いしたいのが、こっからなんか覗き見れちゃうじゃん、こっちの方。だからこれをなんか隠す壁みたいな感じにしてほしいんですよね。こっち覗けちゃうじゃん。みたいになるじゃん、これ。なんかわけわからん空間あるんだけど、みたいな。これをなくす感じでお願いします。すいません。あと、建物早く作ること、日産バーンするぞ。いやでもね、こうやってバーンしていかないとね、成り立たないんですよ。なんかやっぱり、みんなに優しく、みんなで一緒に遊ぼうってやるとね、絶対無理なんですよ、やっぱり。しょうがないんです。私も苦渋の思いでいつもバーンしてるんです。他のなんか人たちが抜けちゃうからね、そうしないと。あんまりにもなんかグダグダになったりしたり、そのアホな行為やってたりするのが多すぎると、それが問題なんですよ。既存の人が嫌がっちゃうから、だからバーンした方がいいねってなっちゃうんだよね。あまりにも臭い行為繰り返したりしてるのを見ると。単身をブルーノマウスの手伝いって、多分ブルーノマウス多分結構激務になってるから、ブルーノマウス君単身用に何するか教えてあげて。よし、外装はできたな。だいぶ見てみろよ、超かっこよくないか、これ。クソかっこええな、ちゃんと。このサムネ、この辺サムネだろうな。クソかっこいいぞ。いかれてんな。じゃあ、これだな、サムネ。内装もちょっと見ていくか。上はどうだ？ああ、いいね。ああ、いいっすね。素晴らしいです。ここから矢を撃てるわけだな。ここから矢を撃ちに行けます。で、最後の、まあ、ポイントがここだね。最終ポイント。ここが、これを破壊したらクリアっていうことにしようかなーって感じかな。いやー、これ工場戦当日が楽しみですな。絶対面白いでしょ、これ。こんなの攻略するとか。超楽しいぞ。乞うご期待。ワクワクしてきた。ルビちゃん、チンコに酔わない。そこ、汚い汚い。すぐね、マウスのコードをね、なんか、ま、俺がマウスを動かすので、コードでは遊ばないんだけど、俺のマウスを追っかけて遊ぶんだよ。そのマウスはね、ネズミじゃないんですよ。なんかね、俺が遊んでると思うんだよ。こう振るじゃん、画面振るときに、ルビーちゃんが遊んでると思って、俺の手を攻撃してくんのね。総合格闘技やってると思って。またルビーとリリーが総合格闘技始めた。すぐ総合格闘技始めるよ、こいつら。すぐね、総合格闘技するの。リリーちゃんが特に総合格闘技好き。ルビーちゃん操作してる。これルビーちゃん捨てた。ルビーちゃん捨てちゃった。何ルビーちゃん捨てちゃった。ルビーちゃん半角全角をしてるからね。ちょっと待ちなさい。捨てられた。
さ、真ん中にさ、なんかあるじゃん、こう真ん中にこうなんかゲージみたいなのあるっしょ。これを今じーっと見てる。今ね、今俺操作してないから、これ。あ、なんか撃ってる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 。なんか撃ってるぞ。みちゃん謎のメッセージを撃ってる。これ俺動かしてないからね、これ。俺これルビちゃん動かしてね、今。俺何も撃ってない。ルビちゃん操作中。ただいま操作中です。もう終わった？マイクラ終わった？もう。なんかプリントスクリーン撮ってるし。マイクラ終わったって。カリブが入ってきたらプリントスクリーンしだした。カリブが入ったのを証拠で撮ってて撮っときたかったんでしょう。